見た雑誌。見たよこれ。今日緊急ですよ。昨日発売しましたこれ。そうだね。すぐ買ったもん。最後紹介してよ、うん、これ。これね、あえらさんね。これ良かったね。しかも一面だよね。一面っていうのは見開き1ページ。ね、全部チャラチャラの顔。ぶっちゃけね。全部顔がね、チャラチャラでしたもんね。それやばいでしょ。ペーオケでしょ、あれ。あれ、俺の顔だろ。ちょっとね、これを機にアイラのこと調べてみたんですけど。おーおー、何クオリアとの共通点めっちゃあるんですよ。何それよ。アイラもね、ラテン語なんですよ。マジで？そう。なんて意味なの、アイラって。時代って意味らしいですよ。へぇー。ラテン語で。クオリアもね、らしさですからね。そう、らしさだからね。ラテン語で。自分らしさだから。そう、だから意外と何かしら縁はあるんじゃないかなと思って、今回。はさ、どういった流れかっていうと、ああ聞きたいね。あの副編集長が問い合わせいただいて、はいはい、普段やっぱりガチャガチャっていうのはしないんだって。たまたまガチャガチャを見かけたみたいで、はいはいはい、そしたら猫のペン置きがあったんだって。へえ。で猫のペン置き2個回して、でそれを事務所に持って行って、周りのスタッフとかに猫のペン置きって知ってるって聞いたら、知ってますよって、それ人気ですよって形で、え、何これってことで今回問い合わせいただいて。へえ、すごいっすね。よく4月の要は再販の猫よ、はいはい、あの猫たちよ。4月の再販の猫よ。そう、あの4月再販にワンやってよかったなって言ったじゃん俺 YouTube で。あのよかった猫よ今回、ね、で嬉しいことにさ、なんか今まで副編集長が、はい、まあ、ガチャガチャとかやってたみたいなんだけど、うん、まあ、イメージとしてチープだったりとか、まあ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 ね、ちょっと捨てちゃうものみたいな認識だったのが、うん、やっぱ出てきて、そうすごく成功できてるっていうことをおっしゃってくれて、うん、でそれやっぱ気になって社員に聞いたみたいなんだよね。なるほど。そうで今回雑誌に入ってる写真あるじゃん。あるある。多分あれね、おそらく編集長買ったやつじゃないか。あ、そうなんすか。これこれね、マジでね、ページの場所もめちゃくちゃいいんですよ。いいよね、見開きのね、すぐ隣。そうそうそう、若干面白いのが激レアが載ってるんだよ今回これで一番流通量の少ないパート3の激レアが載ってるの載ってるね。そう、それぜひ探してくださいね、みんなね。でなんかそのツイッターの方で写真コンテストとかね、やったんだけど、うん、まあ、その写真の素材も使いたいってことで、はいはいはい、ヘビタチさんとボタモシさんかな、あ、そうですね、うん、の写真をちょっと使わせてもらったりとか、すごい綺麗な写真もありつつも、うん、内容結構面白いね。いや、なんかね、端的に伝えさせていただきますとですね、うん、いろんな側面から猫のペオギ見られておりますね。そうだね、はい、うん、これはいろんな側面だね。いろんな側面、うん、あと我らがね、お松さんもコメントいただいてるんで。そうだ、お松さんもね、ちょっと見えちゃうよ。あまあ、本当だからお松さんきっかけでさ、いろいろメディアの方も来てるんだよね。あ、確かにそうですね。本当あの取材からじゃない？やっぱお松さん様々ですね。様様、またぜひね、ちょっとね、遊びに来てほしいね。お松さん見てくれてるのかな。そうそうそう、ね、黄金比とかね、うん、デザインのことについて、デザインのこともね。で、そうそう、今回初めて書き下ろした猫のペオキの、あ、これ初めて、一番最初に書き下ろしたやつ、まあ、どうだろう、 YouTube で出したのかな。あ、多分ね、テレビの取材でやってますけど、最低カットされてる。あ、カットされてるかもねそうかも ね、カットされてるかも。なんかよく見てた記憶はあるんですよ。今回初めてじゃないかな、乗るの。一応最初のイラストから、こっから立体起こしてるんで、あんまり変わってないけどね。まあ若干可愛くなってるかな、目大きくなってるね。まあそうですね、フィギュアになってると変わっていますね。そう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 、じゃあチャラ社長的、ここは絶対見てほしいってとこありますか、今回の。ここね、チャラ社長の顔でしょ。チャラ社長の顔がちゃんと出たことでしょ。やっぱり猫のペン置きのやっぱめっちゃ真面目な皆さん、ついにですね、キャラ社長は後頭部しか出なかったんですが、ついに顔面が出ました。顔面出たね超ドヤ顔してるもんね。自分の顔あんまり見ないけどさ、普段さ自分撮影しないじゃん。ほとんどさフィギュアとか撮影してるじゃん。あ、確かにね。で、まあ、YouTube とか見てるけどさ、うん、動画で見るとまたさ写真違うんだよね。まあ違いますね。白バッグにするとやたら黒いそのやたら黒光りしてんだよね。あ、黒光り、黒照りですよね。黒照りなのかな。黒照りなんかもすごい。これはね、ほんとね、ぜひ見てほしい、皆さん ね雑誌見て。ドヤ顔してるからね。はい、うん、もうね、成り上がってますよ本当に。これはもう、まあ簡単に言うと調子乗ってる感じ出てますよねチャラ社長感出てますよこれは本当に。確かにね、調子乗ってる感出てる、うん、これ良くないよね。良くない、良くないよね。良くない。ければそれキャラ作りでどんどんやろうかなと思ってるね。これね、ちょっと多分今週とか行ったらね、すぐ多分あると思うから。いや、ありますよ、まだ全然ね。470円で販売しておりますこれ、ね、ぜひ、はい、ぜひ ねちょっとね、まあ、猫のペン置きもチャラ社長顔もね、あと激レアのね、そう、激レアの見つけてほしいなって思うんでね本当今日は緊急動画で、でも本当恐縮ですけどもアイラさんの紹介だったので、ぜひね皆さん見てください。アイラさんの編集長様、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた来てねー。